世代の望む岡野です。本日はいつもと違うアングルで撮らせていただいております。はい。で、今回はですね、あなたもファスティングをしませんかっていうことをですね、お伝えしたいなと思っております。新年ファスティングですね。で、まあこれはですね、なぜしようかなと思ったかというとですね、まあ僕実際今ね、整体の LINE とかね、YouTube とかあるんですけれども、まあ裏でね、ファスティング専用の LINE とか、あとファスティング専用のメルマガっていうのも実はあります。で、それも結構ね、こう、登録してくださる人多いんですけれども、まあ、まだもし登録してない人はぜひ登録しておいてください。そこでね、しか案内をしなかったりもするので、登録しておいてください。で、まあ、なぜね、これをやろうかなって思ったかというと、まあ、二つの理由があります。まず一つ目は、僕自身がファスティングめちゃめちゃいいと思ってるからですね。で、あともう一つは、僕自身正月めちゃくちゃダラダラしてたからです。はい。で、体がめちゃくちゃしんどかったんですね。で、そのね、アンケートとかをですね、最近ファスティング専用の LINE とかでね、メルマガとか取らせていただいたんですけれども、ここで多かったのが、やっぱりね、正月太り。ぷくぷく太ってませんか？これを見てるあなたは。で、ぷくぷく正月太り。あとは、体がだるくてなかなかスッキリしないとかね。あと多かったのが、まあ、腰痛とかも多かったですね。手足の冷え。あと、便秘、生理痛とかですね。まあ、そういったところの悩みがすごく多いなっていうのはですね、前々から感じておりました。はい。で、まあ、何かね、お手伝いできないのかなということですね。まあ、もちろんね、整体でね、ここに来てる患者さんにはお手伝いすることはできるんですけれども、やっぱりね、この YouTube を通してですね、まあ、なんでしょう。僕とこう、つながることがね、難しい人に何かできないのかなと思った時に、やっぱりね、ファスティングなんですね。で、結構全国各地の方をですね、今までサポートさせていただいたんですけれども、まあ非常にいい結果をね、得られているっていうのがありますので、そのファスティングを、まあ、新年ファスティングというふうに名付けてですね、まあ今月末ぐらい、1月末ぐらいからですね、ちょっとスタートしたいなと思っております。で、まだね、企画のこう、詳細とかめちゃくちゃこう練り込んでいるわけではないんですけれども、そのうちね、だいたい24日ぐらいに多分新しい企画をできると思いますね。それまでね、ちょっと楽しみにしておいてほしいなというところがあります。で、まあなんとなくね、こうもうやりたいなとかね、もうやりますって言ってくださる人も結構何人かいらっしゃるので、あとはファスティングしたいのはわかってる。まあやりたいけどどうやったらいいのかわからないとかね。あとはその何がなんだろうな、食べなくても大丈夫なのとかね、そういう多分いろんな悩みがあると思うんですね。だからそこをもしね、不安とかね、何かこうわからないとこがあれば、僕にね、質問をいただければですね、しっかりとお答えできますので、もしそういうところのね、不安とかがあって悩んでいるとかね、やりたいけれどもどうしようかなとかね、思っている人はぜひ普通にね、気軽に LINE とかこの YouTube のコメントでもいいですし、残していただければ僕がね、しっかり丁寧にご返信させていただきますので、しっかりやってほしいなと思います。はい。まあそんな感じですね、新年ファスティングを考えていますよということですね。ガイコツくんも陰で笑ってますね。で、もし興味がある人はコメントとかね、LINE いただければなと思います。はい。企画の詳細はですね、多分24日にしっかりお伝えできると思いますので、それまでにあなたのね、不安を少しでも解消できるようにと思って、この動画をね、回させていただいてますので、一緒に新年ファスティングやっていきましょう。はい。僕はもうね、終わっちゃったんですけれども、まあ、サポート側にね、回らせていただきますので、みんなで楽しく痩せて、スッキリして、いい体をね、作っていければね、僕はその、やりがいを感じますので、一緒に協力してくれる方、ぜひ募集しております。それではですね、本日動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは、さよなら、バイバーイ。